はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の関数シリーズ第21弾をお送りします。で、今回は、いつも通りね、ボンって1問あるんですが、小問2問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、両方とも自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、いつも通りね、ちょっと画面下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと下げますよ。ほい。もうちょっと。これが。よっしゃ、行きましょう。で、いつも言いますけど、問題用紙外してしまう、問題文か。外してしまうので、見ながらね、解説聞きたい方は別タブで、パソコンであれば開いてもらったりとか、あと、Twitter の方ではこの画像を上げてますので、その辺でうまく対応してもらえたらと思います。よし。で、まず、いつも通り関数の問題なので、この中に情報を全部書き込んでいきます。で、L が y イコール、マイナス x プラス6なんだよね。なんで、たまにこれね、書く位置を、例えばこことここどっちがいいですかとかって言われる、たまにあるんですよ、質問が。どっちでもいいからね、自分の好きな好きな場所で書いてください。で、ひとまず、直線の式を書いたら、切片と、x 軸と、交点ですね。こっちも、書き込む癖をぜひつけてください。それを使う、使わないは置いといてね。なので、今これ、切片プラス6です。だから、ここ、y 軸とぶつかってるここは6です。つまり、今書くと0の6ですね。っていうのがわかります。で、こっちも行きましょう。ここね。で、慣れてくるとね、スッて書くこともできるんですけど、まず、x 軸に乗っているので、y 座標は0なんだよね、必ず。だから、あとこの y のとこに0を代入して、x イコールに形を変形すると。一応書こうか。0イコール、こうなる。で、マイナス x こっちに持ってくれば、x イコール6になるので、ここが6の0だよっていうことがすぐわかります。こんな感じでね。で、他の情報いきましょう。A が、マイナス1の0。B が4の0。で、C も4の0なんだよね。0の4なんだよね。で、ちょっとね、ここの数字、B と C を見たときに、あれ、同じ数字使ってんだね、ふーん、ぐらいは、ちょっとね、思ってくれると嬉しいんです。基本的に数学の問題ってあまり同じ数字を使いたがらないというか、結構違う数字を使ったりすることが多いんですね。絶対ってわけではないですけど。なので、4004って置いてる時点で、あれこれなんか出題者、問題作った人ね。なんか狙ってやがるんじゃねえかって思ってほしいんです。もちろんそれが全然関係ない時もあるんですけど。で、実際この問題は関係あるんです、それが。狙いなんです、ここ。0440が。これ後で言います。で、あと P が、X、ダイナリー0、0より大きいところ、Y が0より大きいところにあるって言ってるので、この間、こっちとか来ないよって、この下も行かないよって言ってます。X が0より大きい、この部分、Y が0より大きい、この間に入ってるゾーンだからね、このゾーンだけの話だよっていう。あんまり気にしなくていいです、ここは。で、1番、2点 AC。これですね、ここの直線を求めようと。で、いつも、AC なんで、これと、これを通る点なので、2点通るのは分かってるから、y イコール ax プラス b で解いていこうぜみたいな流れに持っていきたいんですけど、ここ切片なんでね、ここ。直線の。だから、最初から y イコール ax プラス b じゃなくて、こっからスタートできます。もう、切片分かってるからね。で、あとは、今こっちも使っちゃったから、あとマイナス1の0を、ここね、y と x に代入してあげれば、こうなります。で、解くと、こうなるので、y イコール 4x プラス4と。これで終了となります。もちろんここのね、2点の座標を見て傾きすぐ求めようぜ、みたいなの全然構わないんですけど。よっしゃ。じゃあ2番ですね。今回は2問だけなんで、こっちが難しくなってるんですけど、シンプルです、問題は。三角形 ABP、ここです。こっちね。と ACP だっけ？上の、こっちの三角形。この面積が等しくなる。つまり同じになる時のこの P の座標を出しましょうという問題です。で、基本的にその座標を求めたいので文字を使っておきましょう。P の部分をね。で、自分はまあよく T っていう文字を使うんで、それでまた行きますけど、必ず X 座標をまず置きます。ほとんど X 座標を置いてください。T ってね。で、その時に2つの文字を使って置くのではなくって、T を使って Y 座標を置きます。で、どうやってやるかっていうと、一応ここ書いておこうか。T でしょ？この P っていう座標は L の上に乗ってます。その線の上に乗ってるってことは代入して OK なんです。この式にね。で、X の部分に T を代入するとどうなるか。y イコールマイナス t プラス6となります。つまり、y 座標はこれですよって言ってるので、こうなるんです。ここもこうね。まあ、こうやって置くことができるよって。まあ、これがまずスタートです。で、今から、ちゃんとした解き方。ね、すごい簡単に解ける解き方と、ちょっと力技で持っていく解き方も紹介します。今回2問しかないんでね。で、何が、綺麗な解き方ね。ちゃんとした解き方に関しては、さっきも言ったここなんです。これ。4004。ここをちょっと線引きます。こんな感じかな。これ何が起こるかっていうと、これ0440。6006ですよね。まあこっちの直線の式で出しても構わないんですけど、これ2つ平行なんです。この黒と青の直線。もし、そうなのって思う場合は、青の直線の式出してください。そうすると、y イコール、マイナス x プラス4になります。この青。だから、マイナス x 同士なんで平行になるんです。ここがポイント。今回、三角形の面積が同じって言われてるでしょ。だから、それぞれの三角形、面積出して、イコールって持ってってもいいんです。それ力技で解けるんですけど、そうすると、こっちの三角形あんま問題ないんですけど、こっちが厳しいんですよね、ちょっと。何が厳しいって、ここの座標が必要になってくるの。ここ底辺にしたいから。それがちょっとめんどくさいんです。なので、そう持ってくんではなくって、さっきも言ったようにね、こっちの三角形で出しやすいのは、まあ、書いちゃおうか、先に。三角形 ABP。なんで出しやすいかっていうと、底辺ここです。ここね。で、今よくね、右の座標から左の座標を引いてねって話をするんですけど、まあ、4とマイナス1ですよね。だから、4引くマイナス1なんで5です、ここの長さ。まあ、そう考えなくても、この長さが4。ここね、1だからさ、足して5って考えてもいいですけど、底辺5です。で、高さはここですよね。ここ。今、この座標は t のマイナス t プラス6です。いくよ。t のマイナス t プラス6。だから、この長さっていうのは、マイナス t プラス6になります。ね。で、三角形なんでかける2分の1。これが三角形 ABP。一応ね、2分の5ってくっつけて配ってあげれば、マイナス2分の 5t プラス15か。こうなります。で、四角形あるでしょ？大きいこの四角形。その面積を出して、それの半分がこれだよねって持っていくんです、今回。結局、これとこれが同じってことは、このでっかい四角形の半分でしょ、こいつは。だから四角形の面積出そうぜって持ってく。でもそれがちょっとめんどくさいんですけど、そのためにこの平行は見つけられるかどうか。で、ちょっとね、赤使います。ごちゃごちゃしてごめんな。今言ったこの四角形ありますよね。これって、この三角形と、こっち塗ります。この三角形を足したものって考えます。いい？この、こっちね、指でごめんよ。ここの三角形と赤の三角形を足したものなんです。で、赤の三角形って、ピーって持ってきた、この三角形と元々の赤の三角形、面積同じなんです。これは2年生だっけな、平行性は。の特徴で、ごめん、やりますけど、インクがね、今平行な直線がありますと。底辺の2箇所を固定します、ここ。固定した場合、この三角形も、この三角形もこの三角形も全部面積同じなんですよね。なぜなら底辺が同じで高さ平行だったら高さ変わらないからね。それと全く同じです。底辺ここで固定します。ここでだから高さをどこで P をどこにスライドさせようとも面積変わらないんです。だからそれを P をグッてこっちに今持ってきちゃう。そうするとさっきも言ったようにもともと四角形の面積っつうのはここ ABC とこの赤の三角形を足したものだったんだけど ABC とこっちの三角形を足したもの、つまりこの三角形の面積と四角形同じじゃんってなるんです。面積がね。だから四角形、まあ四角形書くのめんどくさいからいいか。ABPC ですよね。もともと出したかったのか。赤で書いたらまずいね。四角形今覗いちゃってるけど、ABPC っていうのはこの三角形と同じになるから、ここ6、ここマイナス1なんで、長さ7なんですよ、底辺、ここ。底辺7かける高さどこかっていう高さここだよね、三角形。つまり4って分かってるから4かける2分の1なので、14か。って言ってすぐ出せるっていうね。そう。まあ、これを気づけるかどうかが、まあ、この問題の、まあ、ポイントになります。いいかな?で、あとは解いていきましょう。さっきも言ったように、これが四角形の半分になってればいいので、マイナス2分の 5t プラス15がこれの半分だから7だよね。で、解いていくと、5t イコール持ってきてマイナス8になりましたと。両辺、マイナス5分の2をかけてください。これ消したいからね。マイナス5分の2をかけると、t イコール5分の16となりました。で、出したかったのは p の座標なので、そこに両方 t を入れてもらえれば、p イコール5分の16。で、こっちが、ちょっと待ってね。マイナス5分の16、プラス6なんだけど、5分の30か。だから、5分の14と。これで終了となります。よいしょ、ちょっと待ってね。なので、まあ最初に話しましたけどね、同じ数字使ってるから、おやおや、これは何かあるのではないかと、疑いの目を持ってね、最初取り掛かれると気づきやすいかなと。この平行のね、スライド結構出てくるので、この関数に関してもね。で、もう一個の力技で持ってくやつは、ちょっとざっくりですね。全部書いちゃうとこれね、全部消さなきゃいけなくなっちゃうんで、ざっくりいきますけど、おまけです。さっきも言ったように、ここ、P って置きますよね。この t のマイナス t プラス6で。で、言ってしまえば、あとはもうここなんですよ。座標がね。出せれば、この面積、出すことができるので、この面積イコールこの面積。今これだね。ABP が同じだから、よし、イコールで t 解こうぜで OK なんです。で、ここの出し方なんですけど、まず直線の式を出せば切片で求められます。で、それでいきます。直線の式。で、片方に t とか入ってるけど、いけるんです。力技で。で、どうやるかっていうと、連立方程式でやってもおそらく解けるんですが、これね、a と p を通りますよね。傾きっていうのは、いくついっていくついってるかっていくついっていくつ上がってるかで求められるので、まず、マイナス1から、あ、まあ、いっか。こっちからこっちを引いていきます。それのが、まあ、教科書通りか。p から a を引くので、x の増加量分の y の増加量でね、傾きイコール、こっちからこっちを引くから、t からマイナス1を引きます。これ x の増加量。で、y の増加量はこれからこれを引くので、まあ、引く0一応書いとこうか。こうなるから、こうなりますね。A は。傾きこれです。つまり、今、状況としては、x プラス b になってます。でも、で、欲しいの傾きではなくて切片だからね。で、これが、マイナス1の0を通るんだよね、今ね。だから、マイナス1と0を代入すると、なくなるか。ちょっと待ってね。場所がね。で、マイナス1なんで、まあ、上の分子にね、マイナス1をかけてしまえば、t-6 プラス b となります。で、これまたこっちに持ってきたりすれば、結局分子戻っちゃうんだけどね。こうなって、b の座標、まあ、この y 座標ですけど、t プラス1分のマイナス2、マイナス t プラス6っていうのがわかります。で、ここの長さ、星底辺ですよね。ここっていうのは、この y 座標からこの y 座標を引くってなるので、あとどっかあるかなこことかに消せばいいか、最後。4から、これを引きます。よいしょ。こうか。で、あとはこれ t プラス1で通分してまとめればここの長さが出る。あとは高さをケースね、考えて三角形の面積を求めれば結局ここ t イコール5分の16に持っていけるので、まあ、力技で解くことはできます。自分が解いたんでね、できるんですけど、まあ、今回ね、みんなに覚えてほしいのはこのスライドですね。ここの面積スライドさせてっていう方法をぜひ、まあ、参考にしてもらえたらと思います。ほんとこっちはね、頭の片隅に、まあ、なくてもいいです。まあ置いてもらっても構わないですけど、まあこんな力技でも解けるんだというのもね、ちょっと感覚で覚えてもらえたらと思います。では、今回は高校受験対策動画の関数シリーズ第21弾お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ関数のシリーズ取ったりとか、あと別のね、受験対策の問題のシリーズも取っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。